空をリポート、空リポ、気象予報士の田中里穂さんです。よろしくお願いします。田中さん、今日の新潟市、朝の時間は通勤通学の時間帯くらいまでですかね、しっかりと雨が降りましたね、はい、そうですね、はい、そして昨日から今朝にかけて大雨となったところもありました、今日の24時間降水量は新潟市や魚沼市などで60ミリを超えたところがありました。ただこの雨は午前中で止みまして、午後は晴れ間の出たところが今日は多くなりました。さて、明日はですね、厳しい暑さと激しい雨に注意が必要です。まずは明日午前9時の予想天気図を見ていきます。明日は日本海のこの低気圧がゆっくりと東に進んでくるでしょう。このため県内は日中はですね、晴れ間もあって暑くなるんですが、天気は下り坂で夜は雨が降りそうです、はい、明日の予想最高気温を見てみましょう。はい、これ下の段は今日との比較ですかね。こちらは平年との比較ですね。平年との比較、かなりまた上がりそうですね。そうなんですよね、はい、平年よりも気温が上がりまして、30度以上の真夏日のところが多くなるでしょう、で明日は湿度も高くなりますから、不快な暑さとなりそうですね。ではいつも以上にこまめに水分補給しなくてはいけませんね。そうですね、熱中症対策万全になさってください、はい、そして2つ目の注意点、雨について、明日の天気の移り変わりで見ていきましょう。こちらが明日の朝6時の予想です。朝はですね、オレンジの表示で日差しの届くところが多いでしょう。動かして見ていきますと、その後昼頃までは広く晴れる見込みです、はい、なので明日の高校野球の開会式もですね、青空の下、日差しの下で無事に開催ができそうですね。数日前まではね、大きな傘マークついていたんですけどね。そうだったんですよね、はい、はい、そしてですね、午後は次第に雲が厚くなりまして、夜はこのように各地とも雨が降るでしょう。で上中下越では雷を伴って激しく降るところもありそうです。これまでの雨で地盤の緩んでいるところがあるとして、新潟地方気象台はあさって土曜日にかけて、予想よりも雨雲が発達した場合は大雨警報を発表する可能性があるとしています。引き続き崖や急な斜面など危険な場所には近づかないようにしてお過ごしください。